中の方もあるってあるけど。おはよう。白い？確かに配信場所の問題なんかな。確かに今日黒着てないけど白いわ。まあね、引きこもりを極めてますんで白いです。後ろにされがちですかって、そうでもないですよ。全員平等になるように一番前にいる時もいるし、さすがにね、ずっと後ろですはないですよ。交互とかですね。やあやあ、交代ずつ。おはよう。めっちゃ前な時もあります、もちろん。なんて質問するんだ。いや、それはそうだよ。後ろ、ずっと後ろですかってね、失礼だよ。まあね、選抜じゃないから、まあ普通だったらそうなると思うけど、全員でのツアーだからちゃんと平等になってる。まぜこぜ。おはよう。まぜこぜです。キチネさん、ココナッツギフトありがとうございます。ね、ずっと後ろにするならいらなくねってなるよね。16人でよくねってなる。おはよう。寝起きにもいいねって、これで寝たんではないんですよ。これは着替えたんです。背が高いから後ろのイメージ。でもまあそれはあるよね。なんかバランスを見た時に端とか後ろとかにされがちだから、そういう時はなんか小さい方がいいよなって思うね。大きい子端に行こうかとか、写真とかさ、大きい人は後ろとかだからさ、3列目写真、だいたい集合写真とか、そう思ったら確かに小さい子の方が前に出れるなと思いますね。広島雨なんかな、わかんない、見てない。うどむさん、花火ありがとうございます。で、集合写真は絶対背の高い人が3列目とかになるんですよ。で、前だとでかいから。フットンかね。スタイルいいからすぐ見つかりそう。どうだろう、今日いっぱいいるからね。30人ぐらい、28ぐらい、14+16引く1、29いると間違えた。私でも上半身ね、あれなんですよ、小さい方なんですよ。上半身、肩幅とかだからだと思う。これ絶対レディース。上半身が大狭めなんです。目立って髪型にしてほしい。何目立った髪型って。でも候補は3つで悩んでるんだよね。ちょっと切っちゃったから普通におろし系
シンプルにおろしか、なんか前に前の花だれでやったんですけど、2個団子、ここに団子、2個団子か、ハーフツインの3つで迷ってる。くさみが出そう。ここエアコン直当たりなんだよね。帰ってきてすぐはいいけど、そう、お団子2個、前鼻垂れで1回やったんですけど、じゃ今は再現できんけど、こういうね、ポニーテール。でもこの前ポニーテールとツインテールしたから違うやつがいいなって思って、亀子さんあるし、また今度はやけん、もう普通におろしとかでもいいやって思って、おろしにカチューシャ、ストレートおろしとかもあんましたことないし、かハーフツイン、そう、おろしたくて髪切ったからさ、おろしたいなっていう。え、ツインはやったんですよこの前、だからやりすぎなの。ハーフツイン、ハーフツインもいいなって。巻きのハーフツインか、おろ、あのストレート、もう普通にストレートもさ可愛いと思うんですよ。なんか乃木坂さんとかのライブ見てたら、結構みんなストレートおろし、まああれは素材が可愛いからストレートがいいんだろうけど、だからストレートも意外と可愛いんですよ。他のアイドルさん見ると、桜坂さんとかもそんなバリバリヘアアレンジしないし、乃木坂さんもあんましないじゃん。だからね、このままストレートにカチューシャも可愛くない？あの青のと思って、普通に意外とストレートも可愛いんですよ。なんか私が見てる感じ、アイドルを、私が見るアイドルですよ。まあストレート可愛いなって思うんですけど、まあそれを自分がやってみてどうなるかは分かんない。だからちゃんと髪をきれいにしてもらって、ちょっと今はね寝起きなんでちょっとボリューミーですけど、ちゃんとピッてしてもらってストレート、でもあり。そう、カキさんもだし、遠藤さくらさんもですよ。最終日だけポニテだったけど、遠藤さくらさんしないですよね。斉藤飛鳥さんとかもね、まああの方々はね、お顔が強すぎるんで、ストレートが逆にね顔を引き立てて良いみたいな。確かに、でも顔がそんなやったらさ、髪型可愛くして髪型に頼らんといかんのかな。逆にめっちゃ素材良ければストレートで素材を引き立てるけど、逆に超可愛いヘアレンズして顔の偏差値も上がるみたいな。 iPhone15 30万、めっちゃ値上がりしてるくない？10万ぐらい上がってない？それ何をそんな上がる？約2倍じゃん。ね、だからそろそろ終わらなきゃ。30万くらい安いとか言ってみたいって。でも携帯ってさ、めっちゃ大事だからさ、
必要なお金でもあるよね。めっちゃ大事じゃん。なんかなくては困るからさ、そんな値上がりしても絶対買わなきゃいけないじゃん。壊れたら来ちゃへん、絶対いるもんね。だからまあ妥協しなきゃいけないよね、いっかって。じゃあそろそろ終わります。団長読みますね。連絡も取れんくなるし、絶対いるけどさね、買わないけど。13位、豆太郎さん。12位、 FG さん。11位、キツネさん。10位、ダルマルマンさん。9位、マサさん。8位、今日も胸駅さん、彼女さん。7位、いかが研究所さん。6位、青刑事さん。5位、プロポネラさん。4位、エレメンツさん。3位、ヤスペさん。2位、ヤスルパンさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。では終わります。ツアー東京よろしくお願いします。ではでは、それでは。